泉一世五月隊は、日本の陸上自衛官。防衛大学校本科第18期卒業。一差までの職種は普通科。第34大東部方面総監を務めた。青森県出身大官後の2013年5月に、ロシアの駐在部官、セルゲイ・コワリョフに対して、陸上自衛隊の普通科部隊の運用についての共犯である。 普通科運用や特殊作戦群や第一空挺団が駐屯する奈良市の駐屯地を紹介するパンフレット及び生活家電を渡していたことが2015年に発覚した。この駐在部官はロシアの軍事情報機関であるロシア連邦軍参謀本部情報総局所属と見られ、また自衛隊を除隊した泉が富士学校長の渡辺博之をはじめとした。 現職自衛官に共犯調達を依頼していたことも明らかになっている。これを受け、警視庁公安部は12月4日、泉と泉に共犯入手を依頼したコアリョフを自衛隊法違反の調査、泉の依頼を受けて共犯を調達した渡辺を含む現職及び元自衛官5名を同法違反の容疑で東京地方検察庁に書類送検した。公安部は すでに帰国済みのコアリョフに対して外務省を通じて出頭を要請したが、ロシア側からは拒否された。また、陸上幕僚長の岩田清文は、本件に関わる一連の捜査の終結後に関係者の処分を検討している旨を明らかにし、関係者が書類送検された12月4日に、陸上幕僚幹部内に陸上幕僚副長の山上哲郎を、 本部長とした事件の事実関係の調査、再発防止策の検討を目的とした調査委員会を設置。同日、渡辺の富士学校長を兼ねて、富士駐屯地司令の任を解き、陸幕付けとする事実上の公鉄人事を発表した。この件に関して、防衛大臣の中谷元は、国民の自衛隊に対する信頼に背き、我が国の防衛に対する内外の不信を招きかねない。 遺憾な事案。厳正に対処するとコメントした。なお、泉の書類送検を受けた、トヨタ自動車は同志を顧問職から解任した。12月18日、東京地検は、漏洩した文章は秘密であるとしたが、事案の重大性の程度など、諸般の上場を考慮したとして、泉をはじめとした7名を、基礎猶予とした。防衛省は12月22日付で共犯を泉に、 提供した渡辺陸将と第二次予断司令部の男性伊藤陸医、陸上自衛隊古代学校所属の女性三等陸佐の3名を開国処分とし、渡辺は同日付をもって辞職した。ただし、部内資料の流出はこれ以前にもたびたび発生しており、2018年1月には陸上自衛隊向けの部内資料がネットオークションに大量出品されていることが、 報じられる。これを受けて、陸上自衛隊では部内向け教育資料の販売を停止した。ありがとうございます。